じゃ目悪いから見えなかったけど。すごいね。ですよね。もう本当だ。目いいね。すごいな、アッパルだ。締まりも知らなかったです。総武線のそのまま持ってきた感じだから。N700 と最後のコンビ。耐久輸送で来るとあれかな、品川まで行ってあれかな、新宿出てあれかな。耐久輸送をね、狙ってるけど、中央線の快速の線路使って、お茶の水のところから、あの、総武線の観光に入ってますね、お茶の水があたり。そうかな、多分。スカワだって、スカワほら通れないでしょ、構造上だって。201系で、放送してたら、そうか。あれ、単独で来たの？今の時は、あれ単独だよね。ここは一応走れるかな。背景数とか、ちょっと遠いんだけど。あんまりでも単独なの。背景数でちょっと違う。情報がどこで見なくなるのか、よく分かる。映像から見るとね、大体その、撮ったっていうのは、撮影者の人が出るんですよ。スタートで。撮った感じですよ。ただなんかインターネットでそういうのをやってるやつがいるって困ったら聞いたことある。それが見つからない。困ったこと。え、シーズンだね。なんでスーパーアンダーがシーズンだ。なんか変なことなんですよ。ちょっとね、組み合わせ変なのもある。普通シングルだったらシングル高さ線のも混じっちゃってる。あそこらくん、気持ちいいパンタグラフね。寒い地方の高速線だったと思われて、冒頭でもそういうことがあったけど、一部だけって一部に、まあ、わざわざ Bye-bye.
前の段階は大体2か月以上だったら6か月ぐらいできますか。じゃあ今新潟です。